シンデレラリーグ選手紹介のコーナーです。今回は C ブロックのメンバーの方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速1問目からいきたいと思います。せーの、どう、ちょっと間違えちゃったかもしれない。間違えちゃったネガティブ、なんか麻雀のスタイルとしてはちょっと珍しい感じですね。はい、あの麻雀って人柄が出るっていうじゃないですか。その通りだと思います。普段からこうちょっとネガティブに来てる、うん、そうです。ネガティブなんでやっぱ麻雀もネガティブになっちゃうなっていうところが感じなんですか。はい、あります。かたや田淵さんは割とポジティブキャラっぽいんですけど、はい、気分で動いたり全く動かなかったりとか、泣きは多い方だとは思うんですけど、かといって毎回毎回泣いてるわけではないんです。その時の本当気分と馬強で決めてます。なるほど、ちょっと対照的なお二人ですね。はい、ちょっとトランス状態になったりするね。その時は めっちゃ泣いちゃい泣いちゃいみたいな。そしてこちらの二人もちょっと対し、あ、同じですね。リーチ打ちたいと面前なんですね。そうですね、そうですね。リーチ打ちたい、なんか願望になっちゃったスタイルっていうか。うわ、ありがとうございます。はい、せーの、どう。さあ出てきましたね。あ、顔が、ね、はい。かぶりまくり。うざめのドヤ顔。ドヤ顔をよく。そう、ドヤ顔、ナチュラルなドヤ顔なんで、私顔の作りが多分ドヤ顔なんで。すごいですね。あ、そうなんですか。よく言われるんですか。よく言われます。すごい言われるんで、はい、もうずっと多分ドヤ顔してるんですけど、上がった時特にすごいドヤ顔すると思うんで、そこをじゃあ結構抜いてほしいですね。見てほしい。見てほしい。今回そうですね、よく考えたら皆さん、与那城さん以外は初出場ということで、はい、初めてです。緊張してますか。してます。浜崎さん、すごいネガティブな落ち込みで。せーの、ドン。ドン。あー、なんか身近なティートとかミチキ。私らちょっと IT 系なんで。IT 系。動画編集。そうなんです。自分で撮って、なんかあの今携帯のアプリで、はい、いろいろその字幕つけたりとか切ったりとか、トリミングもいろんなことができる。それを楽しくて友達撮ったり自分撮ったりして動画作ってます。まあ、ポケモンも多分似たような感じだよね。ジャンル的には一緒だけど、ジャンル的には一緒。IT系。私はあれスイッチのポケモンをずっと永遠と。あ、やってるね。ずっとやってる。そうですね。これもGOじゃなくてスイッチの方なんですね。そうなんですよ。なるほど。スイッチです。じゃあファミマ系と IT 系ですね。ファミマ系。IT 系。ファミマ系。はい。だから安い。我々安いちょっと。おお、書かれた。愛とお金つけるのになんか違うこと書いてましたね。全部大事なんですけど、はい、顔が良ければ自分のタイプであればもうお金持ってなくても愛されてなくても全然いいです。愛されてなくてもちょっとやばい。闇女。闇ちょっとやばい。もうしーちゃんに言われたらもうやばいぞ。じゃあ私やばいですか。やばい。気をつけよう。できればお金持っててほしいです。お金の方なんだ。お金の方か。後からついてくると愛なんて。対照的だ。全面に書いてますね、お金ね。もう入らないぐらいにね。お金がないと何も始まらない。そうだよ、お金があっても愛は生まれない。でもお金がなかったら出会いじゃなかったら話にならない。一生懸命が整ってないと飲んでたら喧嘩になるやつだね。毎回だけ無視されるやつですね。飲んでる時イケメンでいいって言ってるんでしょ。したこのコーナー毎回面白いんですけど、はい、ちょっと時間がなくなってしまいましたのでこの辺で、はい、はいはい、というわけで、麻雀ウォッチシンデレラリーグは毎週火曜日、アルファ TV で放送されてますのでぜひご覧ください。それでは皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。